ガンホーコラボ友情ガチャを回します。この前に50回以上回してますのでかなりの回数回したことになります。さあどうだ？おお、金が3個も。さあ肝心の中身はどうだ？外れちゃいました。外れのキャラたちはプラス貯金に回します。さて、どの玉ドラに振りましょうかね。この子がいいですかね。プラマラ周回より早いのがいいね。ではソートで入手順に変更して。どうせなら10個選択できればいいのに。では合成します。一度にプラス45上げられるのはかなり早い。さて残りもさっさと集めて、無課金の端末で一度きりに挑戦したから魔法石は少ししか残ってません。さあプラマラだ。さて最後のガチャをする前にプレドラを売っておきますか。3000ポイントありがとう。さて、泣いても笑っても最後の4回、これで出す。おやあ。最後に金が出た。さあ結果は。おお。やったあ、水川リーダー。手に入れるのに苦労したよ。メインでは出てないけどまあいいか。魔法石を必要としないから楽でいいね。早速お気に入りニット。メイン端末もポイント貯めて再挑戦だ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。でも使う時が来るのだろうか。